最後に石原知事にお伺いします。知事、今日のですね、蓮舫大臣との会談の後で、日本人の、外国についてお話しされて、津波をうまく利用して外国をうまく洗い流す必要がある、責任に溜まった日本人の心の中を、これはやっぱり天罰だと思うとおっしゃいましたけれども、これはどう、意味がどうあれですね、被災された方にとってはですね、非常に不謹慎な発言だと思いますが、撤回されるお考えはありませんでしょうか。いえいえ、あの時申し上げたように被災された方には非常に耳障りな言葉に聞こえるかもしれませんがと言ったんじゃないですか。私口を、言葉を添えてますよ。わかりました、以上です。正確にね、君、人の言うことを聞いて正確に聞き取って正確に報道してもらいたいね。各社さん、お願いします。はいはいはい、はい、どうぞ。後ろの方、石原知事、ちょっと確認なんですが、その先ほどの天罰という発言はこれ撤回されるんでしょうか。いや、なかったことにするんでしょうか。そうじゃないんですよ。私はね、日本人の外国がですね、政治を左右している。例えばね、減税等なんてのまかいて出てくる。減税って何をするんですか。それ言い出している張本人のね、名古屋ってのは1兆5000億ぐらいの借財があるんですよ。それがですね、市民税、住民税、こんなも非常にチャチな税金でね、ある意味でね、例えばそのどれだけの税金が返ってくるかということ、その要するに喜ぶ人たちが知らずにですね、歓迎する。減税って言うとですね、市民税に限らない。これどんどん延期していくとですね、これは日本の今の財政状態でどんな減税ができるんですか。財政もピンチでしょう。年中、あなたは初めて見る顔だけどね、日本がもし EC に属している国だったら、こんだけ国債の依存度が高くなってきたら EC から追い出されますよ。入れませんよ。ユーロ使えなくなりますよ。そこまで来てるのにね、減税っていうね、耳のね、触りのいいそんな言葉でね、つられてね、国民がですね、歓迎する。私はそういうその心情がね、今の政治曲げてると思う。これは何も民主党の責任だけじゃないわ。これやっぱりね、こういうものを打破しないとね、私たちやっぱりこの国立ち上がってこないと思います、ということで申し上げたんです。民主党に対するという意味なんでしょうか。民主党に対する天罰という意味なんでしょうか。いや、日本に対するその天罰ですよ。これだけ洪水が天罰というふうにイコールになってしまうと思うんですが、洪水が天罰であるというふうにイコールになってしまうと思うんですが、いや、それはやっぱりこれをどういう受け止めるかという受け止め方の問題なんですよ。災害に対する受け止め方という感じでしょうか。大きな反省のね、一つの要素がなるんじゃないんですか。それをしなかったらね、犠牲者たちは浮かばれないと思いますよ。ありがとうございます。